田ゼノンボイスドラマ第ルート36回適度に喧嘩しなさい。さあいかがでしょうか。北海道フェア、北の大地から届いた新鮮海の幸、豪華お肉、絶品スイーツなどなど、北海道の魅力を味わい尽くしちゃいましょう。さあいかがでしょうか、いかがでしょうか。しかし物産展ってなんでこんなに混むんだ。こんな狭いところに何店舗も。え、ガーマ？ムジナじゃねえか。なんでお前ここ来てんだよ。いや、そっちこそ何してんの、こんなとこで。何ってバイトだよ、働いてんだよ。物産展で？そうだよ。一日中怪獣探してフラフラしてるお前たちとは違うんだよ。人を無職みたいに言わないでよ。無職じゃねえのかよ。定期的な収入くらいありますけど。どうだかな。お前ら怪獣従えてろくなことしてねえからな。ああ、ここに来たのもなんか理由があんだな。一体何企んでやがる。何って、別に近く通ってやってたから寄っただけなんですけど。いや、お前ら怪獣優勢思想なんか信用できるか。はあ、なんでそんな言われ方しなきゃなんないの。もう買わねえならどっか行けよ、邪魔なんだよ。買わないとは言ってないじゃん。今来たばっかだからまだ見てんの。じゃあ買ってけよ。人が多い割にあんま売れてねえんだよ。ほら。何？スペイン産イベリコ豚しゃぶ。北海道関係ないじゃん。いいから買ってけよ。うまいぞ。食ったことねえけど。買ってけよって言い方なんかないの？あ？私客でしょ。お、私客、あなた店員。おね。お買ってけよなんて買ってほしい人に対して使う言葉じゃないでしょ。いや、その立場で言ったらまあそうかもしれねえけど、でも怪獣優勢思想は悪い奴らなんだから、客である要素より強いわけでして、必ずしも全てのお客様の対応が同じでなければならないわけではなく、その辺がご了承いただけたらぜひお買い求めいただければと。客が勝っちゃってるじゃん。あれ？あ、やっぱりそうだ、やだね。あ、よもぎの母ちゃん。どうも、ガウマさん。え、ここで働いてたんですね。もうまたうちにご飯食べに来てくださいよ。いや、またそんな厄介になるわけには。あ、なんだったら今日とか来てくださいよ。夜チーズフォンデュやるんですよ。家でチーズフォンデュ。あら、そちらはガウマさんのお知り合いの方？あ、いや、私は別に通りすがりで。ああ、そうですそうです、知り合いでもなんでもないっす。ええ、はい。はいはいはい。やだ、私ったらもうごめんなさいね、野暮なこと聞いちゃってね。いや、そうですもんね、ガウマさんにだってね、そりゃいらっしゃいますもんね。は？いや、え、違いますよ。はい、分かってます。誰にも言ったりしませんよ。いや、だから違いますって。あら、息もぴったり。いや、全然ぴったりじゃないですって。あ、全然ぴったりだね。え、長い間一緒にいるとそうなっちゃいますもんね。ならないでしょう。はじめまして、よもぎの母です。そのよもぎがわからないんですけど。はい、はじめまして、ムジナです。え、やっぱり有名な人だったりするんですか？なんでですか？だってね、ほら、お洋服もね、すごいあれでね。あ、なんか撮影かなんかで？違います違います。やっぱり有名な人みんなそう言うもんね。有名だったら目立つ格好しないですよ。目立ってる自覚あったんだな。だって仕方ないじゃん、服決まってんだから。俺もこの服は本当
と無理だわ。これ着るのすっげー嫌だったからな。うわ、5000年経っても余裕で思い出せるわ。やめてよ、今着てんだから。だって好きで着てんだろ。違う、仕方なく着てるけど、意識したら気になっちゃうからできるだけ触れないようにしてんの。嘘つけ、本当はそのお洋服大好きなんだろ。え、本当怒るよ。あ、ごめんなさい。いや、なんか昔思い出しちゃって、ちょっと浸っちゃった。え、ガウマさん、ムジナさん、そうやってお互い言いたいこと言って適度に喧嘩しなさいよ。え、どっちかが遠慮して言い返さなくなったら、喧嘩できなくなったら終わりよ。だって喧嘩って一人じゃできないから。私は気づいた時には遅かったな。ね、本当。どういうこと？いいから触れんな。でもやっぱりよもぎには悪いことしちゃったし、ご飯くらいは少しでもいいものを食べさせてあげないとな。あ、だったらあっちに北海道直送のホンタラバガニがあるんで、ぜひ。ああ、いいかもね。そうそう、あっちあっちあっちです。ありがとうね。じゃあ買ってこようかしら。ごちそうさまです。ホンタラバガニチーズフォンデュしちゃダメでしょ。うまそうだけどな。っていうか、あの人絶対勘違いしてたじゃん。ちゃんと訂正しといてよ。なるっと、めんどくせえ。てかお前もいつまでいんだよ。早く行けよ。だから私客だって言ってるじゃん。買わないやつは客じゃねえの。いや、だから買うって。これスペイン産イベリコ豚しゃぶ。ありがとうございます。